にぎやかな都会の中にあって、静かな佇まいを今に残す小石川後楽園。水戸藩の初代藩主徳川頼房によって築かれ、水戸黄門として有名な二代藩主光圀が完成させたと伝えられる庭園は、江戸時代を代表する大名庭園です。この庭園を貫くテーマが和感。日本各地と中国の景勝が巧みに調和されています。そこには光圀公に招かれた明の儒学者朱舜水の影響があったといいます。大泉水を中心にして周囲にさまざまな景観を配置した回遊式庭園である小石川後楽園。庭園の構成は大きく4つに分けられます。中央に配された大泉水が見せる海の景、蓬莱島と竹生島を配し琵琶湖を表現しています。西湖から渡月橋、通天橋を結ぶ一帯は川の景。大井川は京都嵐山の下を流れる川を題材としています。昔は神田上水から直接水を引き入れ、音羽の滝へは水車で水を汲み上げていたといいます。徳仁堂、円月橋、八卦堂をつなぐ山の景。小廬山は中国の景勝地廬山に似ていることから名付けられた築山。稜線がはっきり分かるように一面オカメ笹を植えて築山を印象づけています。菖蒲田、稲田、用水、梅林などを配した田園の景では景観が一変します。この稲田は光圀公が三代目綱枝の夫人に農民の苦労を教えるために作ったもの。現在は文京区の小学生が稲作体験を行う貴重な場所となっています。季節ごとに庭園を彩る草木はこうした作庭糸による景観構成に合わせて植えられています。梅の名所としても知られ、花の見頃には梅まつりが開かれます。水戸から梅大使と NPO 法人による黄門様に扮した一行も姿を見せてにぎわいを見せます。水戸黄門として慕われた光圀公と朱舜水の師弟の絆が忍ばれる小石川後楽園。日本と中国の様式の美しい調和を体感できる歴史ある庭園です。